ゆる言語学ラジオ、ね、もうずっと出ずっぱりで申し訳ないですけど <laughs> 福田先生に今回も <laughs> ゲストとして出ていただいて 2>、はいえー、第2言語習得論のお話の続きを伺っていこうと思います。はいはい、えーとじゃあちょっとこれまでのあらすじですね。えっ、ー、と1回目のところでその言語を習得する上での意識と無意識。 に関であのポチポチボタンを押して単語が出てきて反応が遅れてとかうん、うん、あるいはその規則分かんないですって言ってんのに何か反応を見ると優位に違うみたいな話が出てきました、うん、つまり言語を習得するきには意識と無意識があると。で、えー、と2回目ではその、えー、とバイリンガルですよねその第二言語を習得した人っていうのが実はその母語の 体型にも影響を及ぼしたり逆に母語から第二言語にっていう相互の関わり合いみたいなお話を伺っていきました。うんうん、意外でしたね、はい、ということで3回目はどういったお話になりますか はい、えっ、ー、とまあ更にこの認識とか意識のまあ内容ですね中身思い浮かべるものっていうのに焦点を当てて、まあ、こう言語を学ぶことによってどんなことができるようになるのかとかどんなふうに変化するのかとかそういったと,ところもちょっと掘り下げていきたいなと思っていいまますすよよろろししししくくおお願願ます。 このゆる言語学ラージオ僕はファンでたくさん聞いていただ <laughs> ありがとうございます本当にありがとうございますこうお二人およびリスナーの方がこう数好きだっていうことを僕は存じてるんです数,数,数字 <laughs> あ数字ね数字ねこれね認知科学とかやると数って言っちゃう <laughs> あるあるじゃないですかこれはあそうなんですか数字的な<ー>僕もあの数の発明って,って言って言ってたじゃないですか、うん、あれ多分正確に言うと数の発明ですよ、ね、ああそうなんだなんかあんまり数の発明っていう言い方より数の発明の方がなんか 正確な気がしてたんですけども、うええやと思って数ってめっちゃラジオ的には絶対に数の方が伝わりいいんで、数ってなりましたね。今実際数誰ってなりましたから。すいませんなんかダメ出ししてるわけでね。 研究者あるあるいいんだよなこういう,うです、ね、一般人とこう明らかに乖離したこうよくわかんない引っかかり面白いんですよね確かに僕も水野さんもニッチなあるあるがめっちゃ好きなんですよあ,<ー>あの日本史 B 履修してたやつあるある開発領主イップスが起こるみたいな <laughs> 起,起きがちねあれね <laughs> 狭いあるあるすごい好きなんで福<ー>、はい、田先生の学者っぽい要素もめちゃくちゃ好きですそうですね うん、全部終わった後に雑談会をね、うん、福田先生とやりましょう,ういいなと思ってるんですけど僕、まあ、が聞きたいのはね「りす」ぎるるわあああかなりりまますす絶対数とあの、まあ、こう言葉の面白いのっていろいろこのチャンネルでもいろいろ出てたと思うんですけど、はいあの「数と空間とかっていうのが関係あるっていう。 あの研究があったりるんです。んそんなわけないですよね。関係あるわけない。<laughs> 数と空間が、ね <laughs>。全然違うもんですもんね。うん、ええー、なんか、そうなんですけど、その。例えばですね、えっ、ー、と。こう。まあ、日本語も、えー、まあ、日本語。も英語も、まあ、横に書くときは、左から右に書きますよね。うんうん、はい。そういうふうに書いていくと。あのー、こう。数字並べるときとかも。左の方がちっちゃい数字が来て、右の方が大きい数字が来るみたいな。 があの感覚を持ってたりとかするのあでも感覚的にちょっと分かりますわ分かりますめっちゃ分かりますなんか右に大きいのある気がするまあそういうの言語の影響とかも非常に大きくあるんですけどそうですねうん、うん、それなんか同じのがこのあとちょっとお話しするんですけど時間とかもそうですよねあのなんか例えば時系列表す時に右から左で時系列表すことってあんまりいなくないですかないい左から右に書きますきますいきますすねはい ですああのー、もう本当うちわの話で申し訳ないんですけど「はい、カタルシス英文法」の「時制のやつやった回でそれまだ割と始めたての編集スタッフに動画の編集をお願いしたんですけど。はい したらなんか右から左に過去から未来になっててこれ逆の方がなんかピンとこないって言ってあそうすかってて直してもらったんですけどやっぱ僕の中にそれありました完全にそれあのアラビア語圏の人とかだったりしないですかっていう話とかがアラビア語右から左に読みますもんそうなんですよまさかアラビア語話者は逆になるのかそうそれはそういう感じの話を出てくるんでしょう楽しみになってきた これをあの、まあ、あのいわゆる実験心理学的な実証っていうのは結構いろいろあるんですが例えばパッと画面に数字出てきますよね、うん、出てきたときにそれが奇数なのか偶数なのか当てるっていうあのことをやるわけですようん、うん、超簡単ですねはい、うん、であのそういったときになんかこう、まあ、数字なんでその、まあ、マックス10の数字ですって言ったときに、まあ、当然10が一番大きくて1が小さい、うん、でそういうときに奇数と偶数判断してるときにするときにあの例えば 奇数ですとか左手で判断したときに数字が大きかったら反応が遅れるんです嘘嘘。<laughs> だから小さい数字を判断するときは左手の方が早くなるんですんなぜなら小さい数値は空間的に左にあるから<ん> <laughs> ええ、嘘。え、俺らやったら、絶対ね、両方。同じ速度でいきますよ。まあ、聞き手の方がちょい早いかなぐらい。いや、もちろん、それめっちゃやってみたいな。ほら、とか言って。まあ、まあ、これもなんか、みんながやって、その統計的にがちゃンって、その傾向として、そういう風になるって話ですから。もしかして、違う人もいるのかもしれないですけど。そのどちらかというと、傾向があること自体が。そうそう、そうなんですよね。聞き腕とかも、だから、ちゃんと、その、なんていうんですか。あの、差が出ないというか、もちろん、実験デザインの段階で。 そういうの消してるわけですよね。まあ、そうですね。まあ、聞き腕を見た研究もありますけど。はい、それよりも大きく伺えられるんですね。えー、え。ええ、すごいな。うん、そんな研究。わけわからんの。へえ。そんなレベルで。そんなこう影響を及ぼしてるんだっていう衝撃がありますよね。そうなんですよ。これちゃんと名前までついてるんですよ。スペシャルニューメリカルアソシエーションオブレスポンスコード。うん、ーって言って、略して。 S. S N. A. R. C. でスナークっていうスナーク効果。ほえ、ああ、それは覚えやすい。スナーク効果。あのスナーク狩りから来てるらしいですね。えスールイスキャロルの。<え>ルイスキャロルの、あのスナーク狩りっていうしから来てるらしい。ああちょっと教養がなくて分からなかった。僕もここでというのはねって言えればいいんですけど、僕もよく分かんない。<laughs> 来てるっていう。まあめっちた。ルイスキャロルエアップです。ねよくあるやつこれ。読んではないんだけどルイスキャロルの引用はねめっある。よくある。いや僕今これスナクあれから来てるんですよって言ったら堀本さんとかがわあって説明してくださって僕がそれですっていう顔してるした。ちょごめんなさい教養が足りなかった。足りボテなんですよね。そんな感じでですねあのあるんですけどまあそこからあの今みたいな実験をもういろんなあれやるわけですよあの。 じゃ抵抗させてみようかなとかいろんなことや,やるんですけどかなり強くこの子からは現れる。へ<ー>でしかもさっきちょっと出てましたけどこれはあのー、なんかまあ左から右にあの英語を読んでるカナダ人とその逆の右から左に読むアラビア語を読むアラビア人とあとまあそう,そういうのをん右から左がアラビアですね。まあ、そういった、あのー こう人たちにいっぱい実験すするんですよ、うん、そうするとその読みのこの方向性と一致するみたいですね、うん、これ結構すごいことじゃないですかす、ね、衝撃の事実ですねたまたま左から右に読むっていう言語体系で育っただけで、うん、反応速度微妙に変わってるわけじゃないですか、うん、そうですね要因としてちょっと衝撃的す,す,よ、ね、撃で,すあでもねこれ僕中学生の時に聞いたうんちくで衝撃受けたんですか、はい、中学で中学ではい、はい、自動販売機、はい の一番買われる商品ってどこか分かりますえ左上とかそうなんですよ文字読むときに自然に我々左上から読むから<ー>左上の商品に一番注目するんですよ熱いうんちくん入れてきた売り上げが全く違うんですって <laughs> 左上と右下だと僕コーライメージなんですよコカ・コーラの自販機絶対左上にアクですスかコカ・コーラある気がするそうなのよ<ー>そうなのよ <laughs> 売れ筋商品を置くそっち側もあの販売店側も置くからそっかで消費者も左上を買うから 僕言われてから、自販機で物買うたびに、また左上を押している。負けた気になるんですよ、いつも。十 <laughs> 中にはまっていい。<laughs> 僕それ、明日からなりそう。成増さん、ね、これ絶対なりそう。呪いのうんちくを放り込みました。は <laughs> <laughs> い。や、それで、まあ、こう、面白い効果だなって、あの、私も思うんですけど。これ、やっぱりバイリンガル絵の実験っていうのもあって。うん、なんで、こう、あの、ここの実験では、ロシア語話者、ゴア社 ヘブライ語話者のバイリンガル。つまり左から右と右から左の両方をやってる。まず話者がたまたまいて、その人が立憲協力してくれるっていう奇跡が起きた。そうです。そうです。すごいな。奇跡だな。日本でやろうとしたら、かなりしんどい。いや、そうなんですよ。なんかこの第二言語習得論の本読んでると。当たり前のように、わけわからん語と英語が喋れる人の被験者の実験で出てきて。よう見つけたな。で、拍手を送りたくなる。んですいや、めっちゃしんどいですよ。だって、英語話者探すだけでしんどいです。その実験。そうですよね。このしんどい話。 また雑談会ですると。あ、そうですよね。<laughs> お願いします。お願いします。<laughs> で、その、なんか、まあ、たまたま見つかっ、たまたま見つかったかどうかわかんないですけど。はいはいその、そういう地域だったのかもしれないですけど。あの、実験すると。 その実験やる前にどっちの言語でテキスト読んだかで効果が変わるっていう。おい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 。楽しいそれ。それあれじゃんあの行動経済学じゃん。ファストアンドスローじゃん。そうですね。あのおじいちゃんそう起させる。そうそうそう。おじいちゃんを想起させる単語をいっぱい直前に読ませておくと歩くスピードが遅くなるっていう<ー>衝撃の実験とかアンカリング効果って言われるやつです、ね。はいはいはい。 これめちゃめちゃあのファストスローで全前編通して出てくるやつだから刺激分を与えると反応が丸々変わっちゃうっていうやつですよねだ直前であれば分かんない直前なんかまあ,あれですよね <laughs> 脳にインプット特定のイン,、ね、インプット入れると。 直前のインプットに思った以上にめっちゃ影響されてるっていう本だと思うんですよあれ二冊通して。そうですね。ファスト＆スローは。だからそれだと思って今めっちゃテンション上がりました。うん,うん。うん、事前に聞くことによってそういった言言語の認知モードに入るみたいな感じなんですかね。あ<ー>まあこの言,、ね、言語の場合は。そのファスト＆スローのとどれぐらい共通するかっていうのはちょっとわかんないですけど、うんうん、そういった切り替えっていうのを。 バイリンガルは割と柔軟に行えると。うんうん、だからあのさ第一回第二回の話を踏まえて言うなら無意識スイッチが切り替わるってことですかね。そうですね。へえ。そっちの言語で使う認知モードになる、ね。うわー面白ーい。いそうなんだ。だ前回お話した内容は割となんか混ざっちゃってなんかできないことがで出てきたりとか、はい。なんかあの影響を受けてあの切り替わらないみたいな。 話が多かったと思うんですけど、うんうん、この数のことに関しては割と柔軟に。この認知はいろいろ切り替えてる、ね。はあ<ー>、面白いな。でまあ、こういう話がたくさんありまして、はいはい、たくさん聞きたい。はい、<laughs> <laughs> では、まあ、あの面白いのはさっきお話しした。あの時間ですね。時間と空間のマッピングみたいな話で、うんうん、あのこれはかなり。あの言語で時間表すときって空間の表現使いますよね。前とかですか？前とか前やった？ あの、うん、後でやるみたいなのとか、あのは時が来たみたいな。はいはいはい。はい、まあ、あと予定一時間後ろ倒しね。ああ、いますね。そうなんですよ。空間表現非常に多いですよね。うん、で、まあ、これもあの、まあ、古くの研究では、あのアメリカの大学生にインタビューしたら、だいたいジェスチャーやってると過去が左になるっていう。うん うん、でまあ,あの未来は右っていうジェスチャーでその逆はほとんど表さないみたいな。かからこれ左から左右に文字読むからそ,う、ね、それが出てきててきるってことですねそれも一つだと思いますそういったジェスチャーの分析とかなかなか多いんですけど、まあ、もちろん言語によって非常に違って例えばあの英語圏の人は未来は前にあって過去が後ろにあるとこう歩いてってる感じでなんか多分捉えてるっていうあの研究があるんですけどこれがあの。 こうアイマラ族っていう人たちの言語さあ、うん、ピンとこないわけわからんやつ続々出てくるねああ私もよくわかんな <laughs> <laughs> い,、はい、いこれはあの主体が止まってて未来のことはわからないから後ろにあるっていう認識をする、うんうん、過去が前ってことですか<ー>そうですそうそう過去が前って認識する人たちもいるあ面白いなこの見えないという状態をアナロジーで表現してるんですねそう,ですそうなんですアナロジーっていやあの,あの 表現出てきましたけど、そういったいやいや, <laughs> いや,いやあのそういう比喩なんですよね。<laughs> 結局あの言語で、あ空間でなんか前とか後ろとか使うものの比喩的な拡張で時間を認識する。うんうん、あそうだね。はい。だからこれもろ言語が間に挟まってる例ですよね。うんうん、空間認識が言語挟まって時間の認識に転用されてる。うん,うんそうですね。はい。これね堀本さんにはね。 明日聞かせる。うん、そしてリスナーさんはいつになるかわからない話なんですけど <laughs> はい、はい、だいぶ先でしょうね。<laughs> <laughs> あの僕次回収録しようと準備したのがその。 えとタですね現代日本語のタ「うんえー、と昨日ゲームしたの他、はい、について一生懸命調べたんですけど、うん、もうね足したい話めちゃくちゃあるんですよ。<laughs> 明日したいからもうなんか取っておかなきゃいけないし何かって言ってもうすごい今もどかしいです、ね。フ <laughs> ラストレーションがすごいと思、ね、うなんですよ。もうちょっともこもこするす、ね、リスナーさんはレッあのセットで楽しめるって最高のパッケージにあるわけですけどね。はい まあそんな感じで、まあ、ジェスチャーとかの研究をやるとそういうことをやったりするんですけどこれもなんかさっき言ったみたいにコンピューターディスプレイのに表示されてそれを判断するっていう実験とかあるんですよね。何を判断するんですかえっとなんで「昨日」とか出てきたらそれ過去の話じゃないですか。はい、でこれは「昨日」っていう言葉は日本語にありますかありますねみたいな。はい <laughs> なんかありませんねとかなんかそのそういった判断をする時にまあ,まあ判断は何でもいいんですけどね何かの判断をする時にあの過去のものを判断しなきゃいけない時は左手ででの反応が早くなるんです、ね、んで未来のものが出てきて左で反応しなきゃいけなくなるとちょっと反応遅れたりとか。あでもさっき「嘘だ!」って言ったけどそれについて。でも そそうだわそれ行動経済学の本でめっちゃ読んだことあるわ何冊もその事例、ね、結構いっぱい読んだし、うん、確かに死ぬほどそういうの出てくるんですよね、うん、その直前に老人の想起させる単語だと歩くの遅くなるみたいなやつがあって人間アホだなって僕いつも思ってたんですよ。 左手だだと遅くななるみたいいありそうだなってめっちゃ思いましたでも自覚絶対できないしできない自分が例えば「水野さんこういうデータ出ましたよ」って言われて「なんでだと思います?」って言われても「絶対左から右に文章を読むからです」って絶対見るいなって思うんですよそね。そ<の>仮説立てた人が偉いそう。仮説立てて実験した人が偉いしその後じゃあアラビア語にやったらどうだろうみたいなことを考えた人もすごいし。うん、いやっぱこのね 思いつく人の発想すげえが結構この手のそれこそサピアオフ仮説について調べてるとたくさん出てくるんですよね。いいやー偉いなーー感動まあこれ系の研究はあのーまあ、そのあと2000年代ぐらいにめっちゃ出るんですよ。なんでこれ曜日でやったらどうかなとか、はい、月でやったらどうかなあ<ー>まあ月っていうと日本語だと数字になりますけどなんか英語だと数字じゃないですよね。ああいうのもややってみたりりととかやるとなんかるなり 強固にそういった効果が現れる上に例えばなんか中国語話者って僕も中国語で言いないんですけどなんかその過去とか未来を表す表現がなんか こう縦の軸の軸表現が多いいらしいですね上とか下見へ<ー>でそういう中国語話者の人にやるとその効果めっちゃ出るっていう、まあ、どっちが未来でどっちが過去か分かんないですけど上と下を使ってるからはい縦読みだからじゃなくてですか<う>中国語がこう縦に読むっあそれももしかしたの,のかもしれないですけどねただなんかそのいわゆるメタファー的な表現もあのあ<っ>上とか下って使うらしいです過去を、はい、未来表すって1か月下でやろうぜみたいなことだ、うん、そんな感じだと思いますねあ<ー>まあ日本語はあの前後が多いですけど <laughs> あの中国語はやっぱ違う言語体験そういうなんかどこがどう時間に反映されてるかっていうのがちょっと変わってくるとさっきの例だとその右手と左手で押すみたいな話でしたけど <laughs>、はい、中国語の上と下はどうやってダメですか どう,いう実験になったかちょっとしっかり覚えてないんですけど、うん、そういう効果が出るっていうのはあって<ー>だからやっぱやればやるほどえー、っとそのある言語の読む目視線の動きとそれに対する時間やえー、っと数のし大小の認識っていうのが深く関わっていることが分かったっていうことですよね。そううでですすねね、はい、面白いいなさらにです、ね、時間空間空、えー、あと数と数か量、うんはい、っていうのが すごい密接に関わってるっててる非常に面白い研究があるんですけど、はい、これがですねあの例えば日本語だとまあ時間多いとか少ないって言い方もしますして時間長い短いって言いますね。 っていう表現をするのがドミナントの言語とかがあったり、長い短いの方がよく使うっていう言語があったりするんですよ。これ何が違うかっていうと、時間の多い少ないっていうのは量で表してて、時間を長い短いっていうのは距離で表してるわけですね。うんうんうん、はい。で、これなんかどうなんやっていうことで、なんか実験があるんですよ。面白い実験が、はいはいはい。で、あのスペイン語とスウェーデン語で。 スペイン語は主に時間を量として捉えるそうです。はい。でスウェーデン語は時間として、あら、時間を長さとして捉える。そうです。で、えっ、ー、と、これを。あの両言語の、あの、話者に、えー。実験してもらうんですけど。うんうん、あの。まあ、母語話者ですね、とりあえず。うん、はい。はい。そうすると、最初。三秒かけて。十二センチぐらい伸びる、ウィーンって伸びる。あの、棒と。うんうん、えっと、それが。 3秒かけて18センチぐらい伸びる棒があるはい、はい、長さが違うあの、はい、同じ時間かかってる同じ時間なんですけどうん、うん、長さ違うとより早く伸びる方があるってことです、ね、そうですうん、うん、だからあの移動する速さは違うけど伸びきる時間は同じ、うん、はい でこういういのを見ながら伸びるのにかかった時間計算してくださいってうん、うん、大体3秒かなみたいな感じのことをやるんですようん、うん、そしたらあの、まあ、スペイン語話者のグループっていうのは量で表す時間を長さじゃなくて量で表すグループだから、うんうん、3秒っていうだ大体なんか似たような判断するんですけどスウェーデン語話者はめっちゃかく乱されるっていうへえ<ー> <laughs> 長さに引っ張られちゃって時間も長く見積もっちゃうってことですよね それは疑わしいわマジで批判しますかそれは本当かなってなるよそうこれねでも意外と2017年の研究だから最近なんですよねでこれだけじゃなくて今度じゃあ容器に水がふって増えていくアニメーションと同じような実験量ってことですね次は長さじゃなくてそれをやると今度スペイン語話者がうわあってなるすげえマジじゃんじゃあ これまで話したのと同じような結果なんですけど、バイリンガルの人たちにやると。来た楽しみ楽しみ。なんか指示された言語の影響を受けるっていう。ああ、問題文の <laughs> 長さを当ててくだ、あ、じゃ、時間を当ててくださいっていうのが。スペイン語で書かれてるか、はい、何事したけど。ースペイン,ン語で書かれてるかで、うん、答えがもう撹乱のされ方が違うと。そういう感じの結果。 があるわけですね。これ言語学版ファストアンドスローじゃん。そうだね、本当、<laughs> 本当にそうだよ。言語の影響を無意識にめっちゃ受けてて、アホだな、人間って話だ。書けるよ、これ、えー、ファストアンドスローが。書けるね。え、うん、えしかも。 あれですよね恐ろしいのはバイリンカルの人も意識してないわけじゃないですかつまり、ね、この時俺か乱されてるなみたいな、うん、スペイン語だからみたいな感じで思ってないわけでてかそもそもだってその文章を与えられた段階で「はい俺スペイン語モードに切り替わるよ」とかっていうのがもうそもそも無意識なわけですもんね,そ,ねそれって皮肉な話でその分かってればタスクが分かってて向いてる言語があるわけじゃないですかはいえだから長さで時間を測るときはスペイン語モードの方がついてるいいわけですよねか乱されなくてうん、うん だからスペイン語モードで行くぞって思えればかく乱されないのに、それができないわけですよね。うん、ちゃんとその、そんなことあるっていう状態じゃないですか、それって。あの 腕相撲、右手、右利きだから右手でやれば勝てるぞっていう話なのに、意識しないから左手でやっちゃって負けちゃうっていうことですよね、これ。<laughs> なるほど。それってすごい、なんかスキルを使い切れない人間の悲しみみたいなのがあって。逆にこの知識を得た後だったら、いいそのタスク与えられた後に急にスペイン語頭の中で再生し始めれば、なぜじゃないですか。勝てる、勝てる。<ー>勝てる。<laughs> 勝つ必要あるのがかな、んでな実験で勝とうとしてるのか分かんないです。<laughs> 俺は結果残すぞ。<laughs> そういういい被験者がいるからダメなんだって <laughs> 時間っていうのを自分がどう表現してるかってさ意識しない,しない比較できないですからねその長さで表現するとか、うんうん、量で表現するって、ね、まずタイプがあることをそもそも知らないですし結局やっぱだから。 日本語しか勉強しないとそこの相対化ができないですよねうん、うん、俺衛星枠付け言語だなとか俺やっぱり数量表現で時間表現しがちだなみたいなことって、うん、母語と何かを比較しないと分かんないですよねそれぞれいろんな無意識的なあの切り替えをしてるんですけどその自分がどういう言語体系使ってるかっていうのを意識してなくてもその両言語を扱ってる人は割と柔軟に切り替えたりとかある時はもう全然 あのその影響から逃れられないことがあったりとか、まあなんかそういうことが出てきちゃうっていうまあ例ですね。今回の空間の話は割と柔軟に切り替えてるっていう話ですし、まああの、えー、ナンバーのこのタスクとかっていうのもあの使ってる言語の読む方向とかで割と柔軟にできるっていう話ですけど、うんうん、ガチャッと混じってるところもある。 面白いですね面白いこう思ったけどじゃあやっぱ反応速速度最速慢ににななるためにはめはっっちゃ外国語勉強すればいいってことになりませんか <laughs> 違うんじゃないいやだってめっちゃいろんな外国語をやると日本語だとうまくいかないタスクの時に別の言語に切り替えれば最強の切り替えができないからさタスクに応じていや,<笑><笑>いやだから刺激も与えられた後に再生するんですよ脳 <laughs> ので「ロいア語ロシア語ロシア語みたいな感じで仕上げていけばどんな実験でも最素晴らしい反応速度が叩き出せる <laughs> でもだからそれをやろうと思ったら このタスクに有利なのは、えー、っと、ロシア語だなって判断が入って、めっちゃ大変ですよ。覚えること多いですよね。<laughs> 確かに、そこまで。まず、ロシア語をやって、さらにその知識を入れた結果、なれるのが最強の被験者になれるだけか <laughs> そ,うそうそうそう。割に合わねえな。そう、すごい損ですよ。<laughs> <laughs> しかもそれ、あれですよね、あの、実験の結果を歪ませるっていう効果にしからマイナスなんだよ、むしろ。<laughs> むしろ、なんか今、このラジオのリスナーさん対象に実験できないなって感じになってきて。知ら<あ> <laughs> 減っちゃいましたね。採用シャ減ったなって,きて <laughs> 研究に迷惑をかける。<laughs> まあそういうのをねあのうまくあの引っかからせるようにいろいろやるんですけどはいはいいいですか皆さん絶対に被験者として乱すために第二言語 <laughs> 第三言語を習得したらダメですからねやめてくださいね <laughs> このタスクってことはスペイン語でやればいいんだな <laughs>、はい、やめてください <laughs> ということであの全3回にわたって出ずっぱり福田先生頼りコンテンツを いや長々とすみません。早いとこに確かに <laughs> 一歳のビセスね。楽しかったです。いやでもこれすごいいい,い,いシステムだなって思いました。そうですね。<laughs> まあっていうのをやってきたんですけど、ちょっとこの前3回を振り返って福田先生にちょっとまとめ、はい、総まとめみたいなをしていただければと思います。はい、そうですね。あのまあこういろいろ今回まあ3回のあの話。 でえー、と意外と複雑なことをかなのでまあ受験勉強する時とかだとどう,どうしてもやっぱあの、まあ、単語勉強して文法勉強して、うん、その操作覚えてみたいな感じになってきて別にそれがなんかあの意味がないとかよくないっていうわけじゃないですけどそれだけで終わるものではないということは認識していただけたのではないかないい話な思います。 ななんんかつまんねえな英語大学受験で必要だけどと思いながらやってたけどこれを聞いて以来そうか俺の頭の中ではこういう第二言語と第一言語のやり取りがあって認識がこういう変化があってもしかしたらこれもっと喋れるようになったら認識が切り替わるかもしれないみたいな喜びもすごく生まれまれすよね受験生の皆さんは英語の勉強くつらいなって思うかもしれないですけど。 マルチコンピテンスどんどんできてるっていう感じで勉強すればきっと楽しいのではなかろうかと思います、ね、最高ですねマルチコンピテンスを合言葉にしてやっていきましょう、はい、クラスのみんなから注目されますよねきっとされます、ね、語勉強してるだけでしょって言って俺マルチコンピテンスに育ててからさ <laughs> 肉たらしい <laughs> ボコボコにされるん <laughs> 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 いやもうなんかそんな感じでまああの明日の英語授業にとか英語の学習に役に立つわけではないこと確かに全く役に立つ <laughs> <laughs> そうかっ、えー、ボタン音とか速度 <laughs> 違うんだね <laughs> これで給料上がるかなみたいな。 英語の勉強には役立たないしトーイックの点数絶対に言ってもわからないそう行ってもわからないこれをこの論文英語とかで読んだらまあちょっと勉強になるかもしれないでも目的として全然効率よくないですからね論文英語で読むのコスパ非常に悪いいいやでも最高ですね遠回りがいいんですよねいやこれこそ学問なんですよやっぱり YouTube でねこれさえやれば100日で英語がペラペラになるのどこが学問だとこれですよ でもそれあのそういうことをこうでもこういうのを勉強勉強というかこういうことを知るとなんか第二言語を学ぶっていうのはどういうことなのかなみたいな結構その常識のように思ってたことがたびたび揺さぶられたりとかうそういうことがあるっていう意味でそのまあかなり間接的ですけど僕は結構自分では役に立ってきてるんですね。 あの教えたりとかすることもありますけどあでもなんかこういうのが割と自分の言語観っていう言語学習観とか言語観っていうのに影響していて、うん、あじゃあそうなるとどんなことを伝えていければいいかなとかそういうあのことの,こうあのこうそういった反省にもなったりとかしたりするんで、うんまあ、すごい長い目で見ていろいろ参考になることは多いんじゃないかなと思って研究はしてますよ、ね。よ、うん、そのダイレクトな応用っていうよりは っていう感じです、ね、だから第二言語学んでる自分をちょっと客観的に見て <laughs> あ今こんなこと起こってんだなっていうのを楽しめるっていう感じですかね。そうですねまさにそんな感じでまあ,あ,のえあの指導してる方とかも多分リスナーの方多いと思うんですけどそういう時にもその、まあ、この指導やったらできるようになるぜとかいう話じゃないんですけど何かしらそういったあの常識をちょっと考え直すみたいな機会とかをうん、うん。 提供できる研究したいなとかそんなことも思いながらやってますいい話ですね<ー>その流れで言うと、うん、今回の話を聞いて知的好奇心高まったっていう人はどうすれば 相当いっぱいいますよリスナー。そうですよねきっと、うん、ということでちょっとまあ今回僕が前もって読んできた本の中から良、えー、さげな本とりあえず2冊だけ口頭で説明しつつはい、はい、概要欄に、えー、とリンクを貼っておきますね、うん、他の本については。うん、一つが、えーとまあ、この第特に第1回の内容に関わるのがこの「えー、と外国語学習に潜む意識と無意識」っていう本ですね。 誰の本ですか。これはですね。福田淳也先生ですね。お<ー>ありがとうございます。福田先生の著書ですね。<laughs> そうですよ。めちゃめちゃダイレクトマーケティング。ありがとうございます。買ってよ。ありがとうございます。はい、あの、まあ、概要欄にも、えっ、ー、と、簡単な説明は書いたんですけど。えっ、ー、と、この、い、そもそも意識とは何なのかみたいな。意識、無意識とは何なのかとか、うんうん、まあ。 えと意識っていう言葉って結構曖昧だよね、じゃあもうちょっと分類したり整理しようかみたいな土台の部分から固めていって、うん、じゃあ外国語学習をしたときに、その意識と無意識っていうのはどう変わるのかみたいなことを、かなりその根本の部分から、えー、と説明してる本です、ねあ。じゃあ、ゴリにやっぱりアカデミックな思考の本ですよね、そねその根底のところをやっぱちゃんと考えようぜっていう。はちゃめちゃに論文は出てきますね <laughs> <laughs> すい,ませんいや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 ほん <laughs> は一般向けに書こうと思って頑張ったんですけど <laughs> あそうだったんですかはいあのこれ大学院出たばっかりの頃にまあ博士論文の研究やってたやつを拡張させて書いたんで、はい、なんていうかそのあのなんかシャバの空気が分かんなかったですよいい話だ <laughs> 今書いたらもっと分かりやすく書けるのになという悔しさはありました 先生のじゃちょっともう少し何んですか若かった頃の老作っていうことですかね、うんうん、そうですねそんなじゃ記念碑的な作品 <laughs> ぜひアマゾンのリンク貼っておきますのでお買い求めください <laughs> よろしくお願いします。はい、っていうのともう一つ、えー、っとこの福田先生の、えー、っと本は割とその意識無意識っていえのに、えー、っとかなりフォーカスされた本だったんですが、えー、っともう一個その第二言語習得論かけ、まあサピアオフ仮説みたいなその認識がどう変わるのかみたいなのは この、えー、と第2言語ユーザーの言葉と心、えー、マルチコンピテンスからの提言っていう本がかかなり詳しく書かれていますこの先生たちはかなりその本の中でマルチコンピテンスをめちゃ強調してくるので<え>いいじゃんそうだからあの今回の話を聞いてマルチコンピテンスに関心を持った方そして実験とにかくたくさん知りたいぞーっていう方ボタンポチポチ実験他にねえのかとか <laughs> まあ実は例えばここに出てくるのだと色とかね はあはあ、色なんて体型バラバラですから言語によってああはいはいはいじゃあどうなるの、うん、みたいな話は続きはこちらですごいいい引きの引きというか、はい、通販システムですね <laughs> 買いたくなるやつ、ね、そうですね、うん、あのどちらもこれあの堀本さんが最初想定バカにしたい拓者さんから出てて開拓者選手はねいいよこれめっちゃいいですよねああ僕このこれ好きですけどねそう僕ももここののレーベルもこの ちょっと本棚にさしとくとちょっと俺賢くなったかなってなる感じも含めていいですけど、ね、<laughs> <laughs> 今回福田先生のお話ももう相当にいろいろな実験とか論文とかが特盛でしたが、うん、あのちょっと先生のご好意で、えー、と今回先生がお話に使われた論文や参考文献を先生がこうまとめて、えー、とこう記事にしていただけるということなので、うん、その、えー、とリンクを概要欄に貼っておきますので。 もっとこう詳しく、えー、と知りたいぞとかこのソース何なのかみたいなこと,とが気になる方は、うん、えと概要欄からそちらを、えー、と見てみてくださいつまりあれですねいつも通り概要欄にリンクを貼っていくと膨大な量すぎてす、ね、埋め尽くしてしまうので別途リンクにするっていう方式 <laughs> いいいや本当ご準備ただこれあのあれですよねマジの学者がすげえリサーチした上で書いた本とかの末尾見ると参考文献として記したのは主なものであって詳細にはこちらのリンクを参照されたいって書いてあることありますけどあのシステムね一応ね多分参考文献欄に僕が読んで本は多分書いてありますねその56冊はそうですねでそれに加えて福田先生のガチバージョンが。 概要欄に載るという二段構えで <laughs> それどっかで見たことあるなと思ったらあれだファクトフルネスあ<ー>ファクトフルネスの本の末尾にめちゃめちゃ参考文献いっぱい並んでてはい、はい、並んでんなと思ったら書ききれなかったんでここにありますってことまだあんの <laughs> すごい。<laughs> じゃあそのリンクの先で福田先生があの間口をこう広げてお待ちしてますのでご興味のある方はそちらをご参考にしてください。<laughs> 見てください。 いや今回もうめちゃめちゃ面白かったんですけど、はい、ちょっと僕ね2点ほどあの、うん、なんか最後にどうしても書き乱したい <laughs> いいですね <laughs> <怖>い <laughs> いやそんなあの口頭指問みたいじゃないんが この僕も第二言語習得論の本をそのいくつか読んだとさっきお話ししましたけどこれねミスに寛容になるなと思って<ー>あの、まあ、そもそもね第二言語習得論の中では、えー、とちょっと僕初回の時言い間違えてるんですけど「うん、誤りには2種類ある」って言ってるんですね。うんうん、ミステイクとエラーの2つがあると。 どう分けるかというとちょっと今もうまたさっき間違えたトラウマで怪しいんでちょっ先生あのどうでしたっけエラーとミステイクの,あエのエラーっていうのがあそこで説明されていたあの体系的な誤りですよね、はい、でミステイクっていうのは本当にあにケアレスミスとかで言われるようなう間違えちゃったっていうただテスト出された時にボンミスみたいなのがミステイクってことですかね、はい、でそもそももうマジで分かんなかったよってやつがエラー なんでまあ,あのこうなんか圧力があったりとかすると心、はいまあ、的に不安な状態であったりするとミスティックいっぱい出てきちゃうけどエラーっていうのは割とそういうの体系的にんかあれですよね「スイムをスイムドって書いちゃうのはエラーでなんか慌てて書いた結果「SWM」みたいな,、はい、<laughs> なんかエ 脱字しちゃったったていうのがミス僕が「スイム」って言い間違えたのはもともと本当は僕「スワム」っていう過去形を知ってたけど、うん、言い間違えちゃったんで多分これはミステイクだけど、うん、えと例えばめちゃくちゃ中学1年生の子とかに「スイム」ははははイムの過去形なんですかって言って「スワム」っていうのをそもそも知らなくて「スイェム」と書いた場合は体系的なミス。<ー> 過去形って ED つけてたからじゃあスイムもスイムドでしょっていうミスミスっていうかエラーですよねだからこれはエラーの方ですね。それなんかちゃちゃ入れちゃうともしかして無意識的な言語体系は ED つけるものになってるのかもしれないですね常にモニターして「スワームって言ってるけどわーって喋ってたらその体系が出てきちゃったって可能性もなくはないのでそれはもうたくさんあの水野さんマイク 持って追っかけて、それをこう分析していかないとわかんない <laughs> あ。そんな分析されるんですか。え、つまり福田先生のその説、えー、無意識的に実は ED つけときゃいいって思ってるっていうのが実証されたとしたら、うん、エラーではなく、あ、じゃあミスティックではなくエラーのかったということになる。だからその場合は僕はダブルスタンダードってことですよね。<ー>その要はすごいちゃんとスイムの過去形なんですかってやったらスワムと答えられるけれども、うん、そういう別の体験を持っていて、あんまり注意してないとそっちの体験が出てきちゃうんだけど、注意すると。 要は意識の時にはスワムっていう体型を、うん、が分かってるっていう体型にこもってる説みたいな感じになる体系ダブルスタンダード、ね、可能性としてですけどねおもしい。なくはないかなっていう感じですはいはいっ <laughs>、えー、と話を戻してでそうするとそのそもそも、えー、とミステイクにしても、まあ、エラーにしても、まあ、エラーの方がより強いかなその すごく本質が詰まったものだっていう話を多分1回目の時にしたじゃないですか例えば第二言語習得者の、えー、と間違いっていうのは実は体系的に間違えてるので、うん、母語の体系を理解する手がかりになるんじゃないかみたいな。うんうん、ってことは例えばその英語を僕が教えるとしてで学生がしてきた間違いってむちゃくちゃその何奉公じゃないですかねそのある言語の中身を特定するっていう上ではだからあのミスに対してこうなんか目がキラキラするようになるんじゃないかなって。 ちょっと思ったんですよね。聞いてどうなんですかね。<laughs> ああ、そうなんですか。あ,は <laughs> あ、でもまあ、そういうのを非常に興味深く見たりとか。そういうのを見て、あ、今こういうことはできてるけど、こういうところまでは来てないのかなとか。なんかいろんなことを考え、たりはできます。だから、第二言語習得論の先生って、あの文法ミスみたいなの、まあ、エラーかとかを見たときに。はいはい 解像度が全然違うってことですね。ミス、じゃじゃじゃ、エラー。をス、ミスっていうミスをするんですけど。<laughs> 僕は。そうですね。そう、エラーに対して、僕らだったら。何こいつ、すいむのかっけ、知らねえの、しか思わないんですけど。うんうん、その第二言語習得論の先生だと、どこまで分かってるんだろうとか。そういうところまで読めちゃうってことですよね。まあ、そういうところが、まあ、あの。細かいっていうのはあるかもしれないですね。まあ、それに、あの、やっぱり間違えた時でも。 そのまああるよなって思えるというか、はい、あのだし間違えたからといって何で間違えたんだっていうふうにはまあならないですよねなんかもうそういうのはそういうものだという認識であのやったりとかしてますから、ね、じゃあ先生の英語の授業受けたいですね<あ>そしたら、うん、た、ま、テスト0点でも単位くれたりするこのミス面白いね <laughs> このミス体系に合ってるね <laughs> よし<ー>三角みたいな <laughs> でもその評価観点微妙に違ったりするんですよ。その言語を間違ってるかで評価するんじゃなくて、なんかあの課題をやったときに、じゃあこれがその言語を使って、この課題を達成できてるかとか、はははいはい、はい、ね、あ<ー>エ,エラーとかミステークの分析して、これできてないからこの点数っていう付け方じゃないですよね。間違ってても目標を達成できるようなパフォーマンスしてれば、あのそれはクリアしたってうんあのするっていう。ななるほどなるほほどど、はい そそもそもだから、ね、間違い面白いなっていうのを今すごい思って、はい、なんかまたプログラミングの話になるんですけど、はい、例えば大学1年生とかでなんか初めてプログラミングしますみたいな人って、うん、み毎回みんな同じ間違いをする傾向にあって定番の間違いが、はい、あの出力しますよと。 画面に出力しますよハローワールドって文字列を必ず最初に出力するんですけどどのプログラミング言語でも、はい、ハローワールドで出しますっていうのをまず最初にやるんですよこれみんなできるんですよ言われた通り書くだけだから、うん、ハローワールド出しました次3たす5の結果を出してください、うん、って言った時にみんな3たす5計算の仕方をとりあえず習うんで、はい、3たす5計算をするんですよ、はい、だそれを実行して 何も出ないぞってなってなす。サンタス5イコールって言っても結果が出てこないとあの。計算自体はできてるんですよ。計算の仕方を習うから。サンタス5を計算してそれを変数に入れるっていうことはできてるんです、はい。はいはいはい。はい、ただ、<laughs> 実行して、 何もないなってなって、みんな同じ間違いをするんですね。うんはい、これは何が足りてないかっていうと、出力しないとダメだから。はい、さっきだって教えたじゃん、それはと。と、はい、ハローワールドを出す方法を教えたじゃん。で、お前今サンタス5を計算して A に入れたじゃん。はい、A を出力しないと何も出てこないじゃん。でも、これすごい、当時はだから、なんかね、下級生とかに教えてて、いや、お前これやれよって思ってたんけど、<laughs> さっき教えたじゃん、出力の仕方は。思ってたんだけど、今になって考えてみると、 これ自然界と乖離があって自然界で我々が 3+5 計算した8って出てくる時にはもう8って紙に書いてるんで,すんですよでもコンピューターにやらせようと思ったらそれは全く違う動作になるから改めて出力しなきゃいけないっていうのを彼らは理解できてなかったんだなっていう。うまさににこれ間違いに認識が 出てる例ですよね。そうですね。私多分その下級生の人は、過度な一般化ですよね。自然界とかの法則ってすると、そうそうね、インプット、インプットさせたら、もう勝手にアウトプット出るでしょっていうような推論をして。うんうん、そうですね。それが違うってことに、ミスっていくエラーで初めて気づくわけですよね。これあれじゃない。コーナー化できんじゃない。どういうことですか。みんなの間違いアワードみたいな <laughs> あ。はいはいはい,はい、はい。<laughs> なんか過度な類推をしてしまって、こんな間違いしたけど、正しくはこうだったっていうのを集めたら。 面白コンテンツになる気がする私はもうね着々と集めてますあもうやってんですね <laughs>、はい、さすがでございますいつか話そうと思ってるテーマに、ね、<laughs> 大変す,すごく関わってくるへーので, <laughs>、えー、でも水論の天才がいるんですよはいはいはいそういう誤った推論をものすごい精度で出す、うん、あの い人がるんですね友達とかですかいや赤ちゃんっていうんですけどあなるほどあれマジ天才なんですよっていう話とかをちょっといつかしたいなと思ってるんでちょっと着々と今準備をしている赤ちゃんのミスを集めてるんです赤ちゃんのミスすごいよマジであれやばいマジで天才楽しみにしておりますこれは着々と準備してますもう一個だけちょっといいですかえっとバイリンガルっていうのはどっかの本に出てきたんですけどフラスコの中に「 えと別の色の例えば液体を足していく要素だみたいなことをえとどこかの本に書いてあこれからマルチコンピテンスの本かな多分第二言語ユーザーの言葉と心に出てきてでえとそのできたそのフラスコの中を見て何と何でできてるのかなっていうのを分析するのが例えばその今までの従来の言語感だったとだからあじゃあ何えっと俺ね色相がすごい弱いんですけど赤と青を足したら紫 <laughs> っ <laughs> あってるあってるる <laughs> <laughs> 紫色になってるってことは赤と青のこの2つを混ぜ合わせたんだっていうような分析つまりこう独立して要素還元主義的に分析をしてたんだけれどもうん、うん、いやいやいや紫自体をそれで一つの体系と見て研究しようよっていうようなことをこの本に書いてたんですね。うん、でこれすごい面白い例えだなと思って要は、えっと、言語新しい言語を学ぶっていうのは。 自分の認識っていうフラスコの中にいろんな色を足していく作業なんだと思ってで、うん、それをその、うん、例えば誰も、えー、と学んでない組み合わせ英語となんか分かんないけど、うん、じゃあユカテク語と、うん、じゃあ、えー、とクワキュートル語とみたいなことやるとオンリーワンのフラスコになるなと思って素敵そしてそれは誰も持ってない認識になる可能性もあるなと思ってマルチコンピテンスの考え方からいくと。 すっごい素敵な話だなと思って一方で僕やっぱね失敗例えが気になるんですよ僕いつもえのこの点失敗してるなっていうのが気になっちゃって今の水野さんの話だと8言語ぐらい学んじゃうと真っ黒になるなるほど例えの失敗が気になるんですよやっぱいつも確かにねいやでもでもですよえっとあそれ全部黒になるのか例えばですけど赤がめっちゃ多くて青白 黄色とかが少なくても全部まずは黒になるのか。いや違うよね。いや、な、それはならんな。濃度の問題もまた別ではありますからね、一応。母語<ん>がこれとか。うん、うん、まあ、そうだね、うん。第二、これはもうネイティブレベルとかによっても、多分変わって。でもね、やっぱ絵の具の例を使っちゃうと、最終的には必ず黒に。光、光、あ、光か。光は足せば足すほど。 増えていくんでプリズムみたいなプリズムじゃねえかなんだろうでもねそれはね自然界にないからその状態が例えとしての完成度が今度は下がるんですよなるほどねはいはいはいだから例えって難しいよなって今思いつきましたうわレベル高い話僕らの分かるレベルで引きつけてるだけなんででもちょっとじゃあ戻してってことは第二言語習得論の中でも福田先生のやられてるようなまあかなり基礎研究って言っていいんですかね うん、応用的なものってよりはもっとこう原理っぽい話とか認識との関わり合いみたいなのをやるっていうのは第二言語習得とか第二言語学習の楽しさめっちゃ上がるなと思って、うん、要はその文法をただ学んだりその国に行って喋れるとかこんな単語あったよっていうそのまあ例えば知識欲的な部分とかコミュニケーション欲以外の部分で認識をオンリーワンにできるかもしれない作業っていう風に言い換えることできますよね。うん うんうん、そう,です、ね、そうだからそこがすごいこの第二言語習得とかける認識っていうのを勉強してた時にあの勘どころなのかなと思ったんですけど、うん、どうですかいやいい話だと思いますねなんかあの、まあ。いろんな言語を学習することで、まあ、なんか思ったよりいろんなことできてて結構不思議だなっていろんな人に思ってもらえればいいですよね。うんあの こんなに僕もなんかまあ大学で授業やってる時にこういう授業をやってなんか別に研究者にみんななるわけじゃないんですけど、はい、これほど身の回りに溢れてるトピックってあまりないわけですねそうですよね言語学習なりでしかもなんかそうやって考えあのいろんな研究を見ていくとあのその不思議なことに対してどうアプローチしていくかっていうその実験とか調査とか、まあ、いろんなのがあるんですけどそういったあの解決方法とセットになって。 ここの身のの身回りのコンテンテツこんな楽しめるっってて結構いいなってってうそうですよね。あのやっぱりそのただうわもうなんかもう文法暗記して単語暗記してしんどいっていう時にもしかしてあなんかそのプリズム作ってるとか思うとちょっとやる気も出るかもしれないですし <laughs>、うん、あそんな面白い世界があるんだなっていうのはあの分かるかなっていう。 十分に伝わりましたね。でやっぱね知識って人生を豊かにするなっていう僕の信念があるんですけどそれがなんかこの福田先生の話を伺ってめちゃめちゃ強化されました。はい、一週間って役に立ったでしょ一週間って役に立ったそうなんで <laughs> しゃべりしってくれて人生が豊かになるという役に立ち方ですね <laughs> う<ん>これはうん。そうですねそのクオリティオブライフうんつまりそのなんだあの 人生っていうそのまあなんか突然自分が参加したゲームの楽しむ要素例えば収集する素材がなんか種類が増えるみたいな意味でのそのなんか楽しむ尺度が全然違いますよね、うん、この第二言語習得論勉強してみると、うん、そこがまあこの第二言語習得論の面白さなのかなと僕は感じました。ということで内容自体は終わりなんですけど、はい、水野さんから告知が最後にあると。はい えっとですね、この福田先生をお招きして、えー、とつまり言語学者の先生をお招きしてお話を伺うっていう、まあ、初の試みだったんですけど、うん、まあ終わってみて相当面白かったしかなりうまくいったんじゃないかと個人的には思ってます。うん、であのそうしたその言語学いやまあ例えば文法研究の先生でこういうところでまあ一般向けに自分の研究だったりとかっていうのをお話ししたい していただけるっていう方がいらっしゃったら、うん、ぜひちょっと連絡をいただきたいなとおこのシリーズの続きが今後もあるかもってことですね,ですねはいあの結局僕が勉強してわかることって、うん、出てる本しかも日本語で書かれた本を元にその上っ面を拾って喋ることしできないですよ <laughs> 僕は結局最新知見追ってたら水野さん仕事なくなりますから本業が終了しますそそ、はい、<laughs> そうそうそう,そう。私論文とかをね <laughs> はい、はい、読んだりするっていうのはできないので、うん やっぱそのこのラジオを何回も会を重ねながらも限界を感じたりする部分もあるんですよね最新の知見については話せないとか、うん、っていう意味でその僕が、まあ、今回で言った第1回第2回をちょっとその上っ面のね知識で面白い部分だけをチュ <laughs> ーッと抽出して喋って文脈を作ってその後に専門家の先生に来てもらってもっと詳しく伺うっていうこのスキーム、うん、めっちゃ今後もやりたいなとちいやもうめちゃ,めちゃ 楽しいし、うん、しかもソーシャルグッドで最高じゃないですか言語学ってあのちょっとその実際に在野の先生の方がどう思ってるか分からないですけど、うん、僕はその日本で日本でというかこの世の中で一番実はみんなにとって身近で面白い学問なんじゃないかなと思っているのでうん、うん、なんかそれの楽しさが僕の。 理想と比べればまだまだ全然世間に浸透してないと思うのでうん、うん、そういうちょっとその一般向けのアウトリーチにご興味のある先生がいらっしゃったら是非気軽にご連絡をいただければと思います。概要欄にお仕事依頼用のメールアドレスがございますんで、はい、そちらに送っていただければいいですね。おお、はいはい、お待ちしししておりまますすので是非よろしくお願いということで今回も終わりにしましょう。 あの大変長々お付き合いいただまして福田先生にも本当ありがとうございました楽しかったです本当に。すごいテンション上がりました。これで第二言語習得論やりたくなる人とかが増えるといいですね。本当そうそう思う。福田先生の本もねぜひ買っていただいて。そうですね全員購入ですねこれは。ありがとうございます。これはあのリスナー全員買えばあの七万部ぐらい取れの大集なんかなんかこう恥ずかしいですね。 皆さんぜひですね福田先生の本も買っていただき <laughs> チャンネル登録とか高評価とかもね、はい もうもちろんみんな本は買うと思うんですよ。<laughs> 問題はチャンネル登録の方がいですよ、ねそ。そうですね。<laughs> そうなんですよ。だから本を買う、とりあえず7万5000人ぐらい本買うとして。はい。世紀の大重本 <laughs> まあ本買い、ちょっと買えないな、みたいな。何らかの事情で本が買えないなっていう人は、もう福田先生に敬意を払って、高評価とチャンネル登録押しといていただくと。<laughs> ねはい、あと感想のコメントとかお便りも引き続きお待ちしておりますので、ジャブジャブ送っていただければなと思います。はい、ということで、今回も終わりにしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。 このラジオは、1階の言語オタクが、ゆるく楽しく言語の面白さを語るラジオです。自由気ままな言語トークですので、厳密な交渉は行っておりません。内容には諸説あります。ご了承の上、お聞きください。